はい、今回の動画はブラウザににパスワードをを保存ししないように設定すする方法をご紹介しますで前回の動画ではマイクロソフト e d ッジでパスワードが漏えいをしていないかどうかを調べる手順をご紹介しましたけどもこのパスワードの保存は2回目以降の入力が省けるので非常に、ね、便利ではあるんですけどもただその反面ですね漏えいをすると危険にさらされるのでちょっとこれが怖いなというふうに感じる方もいると思います。 そういった場合は設定を変えることによってパスワードの保存をしないようにすることができますんで今回の動画ではマイクロソフトエッジとあと Google Chrome ですねこの代表的な2つのブラウザでこのパスワードを保存しないようにする設定方法をご紹介しますそれではまずはマイクロソフトエッジの方なんですけどもマイクロソフトエッジ開いてもらって画面の右上のこの3つの点のマークのところですねこの設定などというところをクリックします次にこの中の設定というところを選択をしてください はい、そうするとこの設定の画面が開きますのでこの左側の設定のところの,、ね、このプロファイルがね選ばれているのを確認をしてもらってこの中にパスワードという項目がありますのでこちらをクリックします。はい、で次にこのパスワードの画面の一番上のところですねこのパスワードの保存を提案という項目がありますのでこれがね標準の状態だとねオンになってますのでパスワードを保存したくないといった場合はこちらをクリックしてオフにするようにしてください。 はい、では次に Google Chrome での設定方法ですけどもこれも、ね、画面の右上の,この3つの点のマークのところですねマウスのポイントを持っていくと Google Chrome の設定というふうに出ますのでこちらをクリックしますで続けてこの設定というところをクリックをしてください、はい、そうすると設定の画面が開きますので画面をです、ね、少し下に下がってもらうとこの自動入力というところの項目の中にパスワードという項目がありますのでこちらをクリックします はいそうすると、このパスワードの中のこちらも一番上ですね、このパスワードを保存できるようにするというところですね。これがですね、Google Chrome も標準の状態だとオンになってますんで、保存したくない場合はこちらをクリックしてオフにするようにしてください。はい。ということで、今回の動画では、Microsoft Edge と Google Chrome で、ブラウザ上にパスワードを保存しない設定方法をご紹介しましたけども、 パスワードの保存がちょっと怖いなというふうに感じている方は、この設定をねオフにしてもらえればと思います。それでは今回の動画は以上になります。今回も動画を最後まで見ていただきましてありがとうございました。